はい、では本日は人間関係のストレスを軽減、コミュニケーション眉メイクということでお話しさせていただきます。ルミナスマイル代表、利根川しおりと申します。よろしくお願いします。私、岡山県玉野市の出身で、看護師を25年やっております。大学生の息子が2人おります。ところで、看護師さんがなんでメイクって思われますよね。そうなんです。私、メイクがとっても好きで、よく本屋さんにメイクの本見に行くんですね。で、その時に、たまたま手に取った本が、メイクに脳科学っていうのを取り入れた本だったんですね。へえ、面白そうと思ってで見たら、すごく面白くって、で、あ、これはちょっと習ってみたいなっていうことで、先生に習ったんですね。で、習ってみたらやっぱりとっても面白くって、認定講師っていうのまで取るところまで行ったんですね。で、その後は自分の中で温めていたんですけれども、昨年の9月に夫がくも膜下出血で倒れました。そして、入院してたった4日で亡くなってしまったんですね。で、私は看護師という仕事柄、たくさんの人の死に立ち会ってきました。でも今回はもうすごく動揺しましたね。人ってこんなに簡単に死んでしまうんだなって思ったんですね。とってもショックでした。でも夫が亡くなって気がついたことがあります。夫婦とか子供、そういう関係って、いつまでも続かないんだなって。そして時間っていうのは有限なんだなって、時間をもっと大切にしようっていうふうに思ったんですね。私はコミュニケーションメイクを習って、仕事とか子育てでとっても救われてきました。そして何より私のダメなところに目を向けていくっていうことしかできてなかったんですけれども、これを習って自分の価値に目を向けるっていうことができるようになったんですね。それができるようになったっていうのは、このコミュニケーションメイクに出会えたおかげだと思っています。このコミュニケーションメイクっていうのがどんなにすごいかっていうのを、やはりたくさんの人にこれはお知らせしていく必要があるなっていうふうに私思ったんですね。そしてこのように伝えるようにしていくことになりました。今日は短い時間なんですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の流れ、このようになっておりますね。で、3つの脳タイプについてっていうところからお話ししていきたいと思います。人は大まか3つの脳タイプっていうのに分けられるんです。あれ、今これを聞いてどう思われました？へえ、面白そうとか、早く聞きたいわとか、一体どういう理屈？一つのことを聞いても感じ方っていうのが違うんですね。これって実は脳タイプの違いか、違いから来ているんですよ。面白いでしょ？じゃあ、今日お話しするんですが、今皆さん、この今の位置にいらっしゃるんですけれども、今日のこれを知って過ごす1年と知らずに過ごす1年、どう変わってくるかってことなんですよね。今日はこれを見てくださっている人っていうのは、もちろん自分の価値を高めようとしている人だっていうふうに思っています。でも、こう知らずに過ごしている方っていうのは、これ維持しているようなんですけれども、実は後退しているんですね。でも、皆さんのように、今日のように、知って過ごす1年、過ごされた方、ぐん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 、1年後っていうのはこんな位置にいるんですね。存在価値がすごく向上します。1年後のあなたっていうのは価値は爆上がりなんですね。そんな風に思いながらこのお話を聞いていただけると嬉しいです。じゃあ、3つの脳タイプと機能区分についてお話ししていきますね。人は情報の取り方っていうのが、生まれ持って脳のどこを優先的に使うかっていうので違ってくるんですね。このことを脳タイプっていうんですね。ここに脳の図がありますが、この頭頂葉、ここは触覚っていうのを司る場所なんですね。この場所を優先的に使われる方、これを手タイプっていうんですね。そして後頭葉、ここは視覚を司る場所なんですね。ここを優先的に使われている方を
目タイプって言います。そして側頭葉、ここは聴覚を司る場所なんですが、ここを優先的に使われている方を耳タイプって言うんですね。余談なんですが、脳タイプで学習の仕方っていうのが違うってご存知でしょうか。まあ、今日はせっかくなので特別にお教えしますね。今手タイプ、目タイプ、耳タイプっていうのが出てきたんですが、手タイプっていうのは書いて覚えるっていうのが得意なんですね。そして目タイプ、これは見て覚えるのが得意なんですね。例えば YouTube の動画を見てそれで覚える、そういうのが得意だったりするんですよ。それから耳タイプ、こちらは聞き流す教材っていうのが脳に入ってきやすいんですね。まあ、脳タイプによって勉強の仕方が違う、まあ、このことを知っているととってもお得だと思いますね。まあ、子供さんが勉強するときとか、あと職場での勉強会とか研修、それから習い事、まあ、そういうことときに知っていると、この自分に合った勉強法、勉強の仕方っていうのができるようになるんですね。お得でしょう。はい、このように3つの感覚のうちのどの感覚から優先的に情報を得ているか、そういうことから考え方、行動、外見、会話の癖、そういうものも変わってくるんですね。その傾向っていうのが明らかにできるんですよ。それでは次に、ここに出ているのがメラビアンの法則。まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。第一印象を決める重要な要素とも言われています。初対面で会った時、どんな情報が第一印象の決め手になるかっていうことなんですが、ここにありますように視覚情報が 55%、 そんなにたくさん占めているんですね。目に見える情報が、まあ、とても重要ということなんですね。でも今はまだまだマスク生活続いてますよね。まあ、そんな中でどんな情報が重要になってくるかっていうことなんですよね。マスクから見えている目と眉、そこからで見えてくるものっていうのがとっても大事になってくるんですよ。まあ、服装とかメイクとかっていう外見ももちろん大事なんですが、ここは眉から読み取れる情報っていうのがとっても大事なんです。眉っていうのは感情を表す重要なパーツなんですね。そしてこの眉から読み取れる情報、眉から人のことが見抜けたら面白いと思いませんか？そうなんです。脳タイプ別メイクっていうのを知るとそれがわかるようになるんですね。今ここにあるのが脳タイプ別メイクの一覧なんですが、こちらは先ほどの池端先生、そうなんです、心理学と脳科学をもとに開発された日本初の概念のコミュニケーションメイクを生み出されたんですね。ケワイシヒデさんこと池端秀幸先生、その先生の監修の脳タイプ別メイクの比較図なんですね。脳タイプとメイクには関連性があります。実は脳タイプによって眉の形、メイクの仕方、それからメイクを見た時の感じ方とか、メイクの好みや好かれ方が、そういうのが違ってくるんですね。ここにあるように手タイプ、これを見ると柔らかい印象ですよね。で、目タイプ、こちらはエレガントな印象ですよね。そして耳タイプ、こちらはキリッとクールな印象ですよね。メイクを意識することがコミュニケーションにつながる、今日はまあそういうお話なんですけれども、今までのメイクとはちょっと違うんですね。聞いたことないでしょ。詳しいことっていうのは後でご紹介していきます。じゃあそろそろあなたがどのタイプなのかなってことが気になってきましたよね。では早速診断の方に行ってみましょうね。では先ほどあの先生がおっしゃってくださってたように、お手元にメモと筆記用具のご用意をお願いします。本当は診断していくときって、まあ、いろんなことからしていきますので、まあ、これをすると脳タイプの傾向値っていうのはわかるんです。さあ、
今日は、日本の女性、日本女性を元気にする会の3周年ということで、まあ、特別にとっておきの質問っていうのを準備してきました。これから10問の質問を3択でいきますので、当てはまるなと思うものを1つだけ選んでくださいね。ではお手元にメモと筆記用具のご用意できたでしょうか。メモの方に ABC って書いてもらって、自分が選んだものを正の字で記録していってくださいね。まあ、どれが正解っていうことはないので、まあ、A にも B にも当てはまるなみたいな時は、まあ、どちらかというとこっちかなっていう軽い感じで考えてみてくださいね。よろしいでしょうか。それでは始めますね。では1番、お店に入ったら何が気になるか、 A、B、C の中から選んでみてくださいね。はい、選べたでしょうか。はい、では2番いきますね。服装のこだわりは、これも A、B、C の中から一つだけ選んでくださいね。はい、大丈夫でしょうか。では次3番いきますね。3番、行動のきっかけは、はい、これは例えば、まあ、何か習い事を始めるとき、まあ、どんなきっかけで始めてますかね。まあ、そんなことをちょっと思い浮かべてみてください。はい、いいでしょうか。では次いきますね。4番、行動のタイミングは、はい、これは先ほどの、まあ、習い事で言うとっていう話でしたが、まあ、始めようと思ったら、まあ、どのように行動していくかっていうことで考えてみてくださいね。はい、いいでしょうか。次いきますね。5番、営業のされ方のポイントは、さあ皆さんどうですかね。これは例えば洋服を買う時のことを思い浮かべてみてくださいね。まあ、お店の店員さんが、まあ、すごくいい方で、すごく似合ってるよとか感じいいよって、まあ、その人が似合ってる感じいいよって言うんだったら買っちゃおうかなっていうのは A の人間性ですね。それから店員さんに、まあ、これ最後の一点なんです。めったに手に入らないんです。もうこのチャンス逃したらもう次はないですよって言われたら買っちゃおうかなっていうのは B の損得お金。そして、まあ、その人の人間性とかそれが得かどうかなんか全然関係なくて、まあ、素材とか原産地はどうかとか、作り方はとか、作り手さんの思いはとか、まあ、そういったところに響くなっていうんだったら C の比較プロセス、こだわりっていうのを選んでみてくださいね。はい、いいでしょうか。では6番、褒められて嬉しいポイントは、はい、大丈夫でしょうか。選べたでしょうか。では次いきますね。7番、運動音感について、はい、選べたでしょうか。では8番いきますね。8番、物事を判断する時の最優先パーツは、はい、大丈夫でしょうか。
では9番いきますね。お化粧のこだわり。皆さんいつもどうされてますか？はい、大丈夫でしょうか。では次が最後の問題となります。どの褒め言葉がピンとくるか。はい、お疲れ様でした。これで質問終わりです。 A、B、C それぞれいくつになったか計算してみてくださいね。それでは診断結果の方に行きたいと思います。さあどうなったでしょうかね。皆さん楽しみですね。では答え合わせの方行ってみましょう。はい、じゃあそれぞれ A、B、C の合計出ましたでしょうか。点数が一番多かったところがその脳タイプの傾向値ということになります。ではA が一番多かったっていう方は、手タイプ触覚型。B が一番多かった方っていうのは、目タイプ視覚型。C が一番多かった方、耳タイプ触覚型っていう風になってるんですね。まあこれだけで手タイプ、目タイプ、耳タイプとまあ決まってしまうわけではありません。先ほども言いましたように、あくまでも傾向値なんですね。それでは次に各タイプの特徴について説明していきたいと思います。今回は感覚、服装、行動、会話、この4つに絞ってお話ししていきたいと思います。まあ、その前にちょっと次のグラフをご覧くださいね。今質問に答えていただいたんですけれども、このように目、耳っていうふうに明らかに私は手タイプだった、目タイプだった、耳タイプだったみたいな方もいらっしゃれば、2つぐらいが一緒とか、まあ大体どれも一緒だったみたいな方もいると思うんですね。まあ今日は詳しくはお話しする時間がないんですが、脳タイプにはこの脳タイプバランスっていうのがあるんですね。まあそれがあるんだってことを頭の片隅に置いといてくださいね。それでは手タイプからお伝えしていきたいと思います。手タイプさんのメイク、ナチュラルで柔らかい雰囲気のメイクをされるんですね。そして感覚はどうでしょう。感覚は手触りや匂いを重視。手タイプさんっていうのは触覚型ですので、触れたり感じたりっていうのが得意なんですね。そして匂いを重視っていうことで香りを嗅ぐのも好きなんですね。じゃあ服装はって言いますと、着心地を重視されます。そしてベージュ系だったりナチュラルなものっていうのを選ばれる傾向にあるんですね。行動はって言いますと、ゆっくり、ノリがいい、人懐っこい。手タイプさんっていうのは時間の感覚がゆっくりなんですね。そして雰囲気を和ましてくれる、とってもいい感じなんですよね。だから手タイプさんがいるだけでもうその場の雰囲気がすっごく良くなるんですよね。手タイプさんに当たってる方、そういうのって見当たりますか？それから、人懐っこいっていうことなんですが、人のつながりっていうのをすごく大切にされるんですね。ですから人懐っこい方っていうのが手タイプさんに多いんですよ。そして会話、よくしゃべる。これは世間話が止まらないんですね。まあでもその世間話も結構皆さんを和ましてくれたりする、とっても大事なことだったりするんですよね。そして大好きっていう言葉をよく会話の中で言います。これは言うのも好きなんですけど、言われるのも好きなんですよ。それでは次に目タイプさん。目タイプさんっていうのはこちらのようにエレガントな感じのメイクっていうのをされます。じゃあ感覚はどうでしょう。感覚は見た目やデザインを重視しますね。目タイプさんっていうのは視覚型ですから、目から情報を取るのがすごく得意なんですね。
ですから見た目っていうのをすごく重視するんですね。じゃあ服装とかはどうでしょう。最先端、派手な色、キラキラ、これっていうのはまだ誰も持っていないものっていうのにときめくんですね。そしてトレンドだとか聞くともう真っ先に飛びつきますよ。限定のものとかって言われるのも絶対手に入れたくなります。余談なんですが、私ちょっとこの前メイク品買いに行った時にこの目タイプのメイクで行ってたんですね。そしたら店員さんが言うんです、新製品が出たんですよお客様って。これね、人気があって今なら在庫あります。どうしたと思います？いや、思わず買っちゃいました。もう目タイプさんはもうこの言葉、限定だとか誰も持っていないとか新製品とか弱いんですね。もうこの言葉聞くともう本当に飛びつきたくなっちゃうんですね。まあ飛びつきましたけどね、思わず買っちゃいました。まあそういう感じで、まあ買う気はなかったけどつい買っちゃったっていう経験、目タイプさんに当たる方あったりしませんか？お客様が目タイプかなって思ったら、これらのこと響くキーワードを試してくださいね。もしお化粧品を売ってる方とか何か物を売られている方、これを聞かれていたら、これ効果抜群なんですよ。ぜひ試してみてください。そして行動、せっかち、損得優先、目がキョロキョロ、これは目タイプさんっていうのはせっかち時計さんとも言われてまして、時間がすごくせっかちなんですね。ですから目をキョロキョロさせて、とにかく早く情報が取りたいっていうふうに目をキョロキョロさせてるんですね。そしてこれは損なのか得なのかっていうところで行動するっていうのも目タイプさんの特徴なんです。では会話はどうでしょう。要件と結論のみ。これは例えば LINE なんかだと本当にスタンプだけだったりするんですね。要件と結論のみ、分かりやすいです。そして会話の中ですごいっていう言葉がよく出てきます。これも言うのも好きなんですが言われるのも好きなんですね。では次に耳タイプさん。耳タイプさんっていうのはこちらのような、キリッとクールな感じの眉、そしてこういうキリッとした感じのメイクっていうのが、好まれるんですね。そして感覚は音や相手の話に耳を傾ける比較データが好き。これは聴覚型って言われるぐらい、やはり音の聞き分けが得意なんですね。そして言葉の一つ一つよく聞いています。意味をじっくり吟味してます。だから納得がいかないとなぜなぜっていうふうに聞いてきますね。理由が知りたいんですね。そして服装はって言いますと、品質、評判、格調高い。でこれっていうのは誰がどこでどのように作ったのかっていうのことを大切にしてます。だから先ほど言った目タイプのように勢いやノリで買ったりはしませんね。じゃあ行動はどうでしょう。じっくり計画的、意味理由を探る、まあ、実感の感覚がじっくりなんですね。だからなかなか決断っていうのをしません。それはじっくり物事を判断しているからなんですね。理論立てて考えています。ですから会話の方はと言いますと、理論立てて説明をしていきますので、まあ長々と詳細なんですね。もちろん間も長くなります。でも、まあ、自分で納得したことにとっても自信持っています。ですからここに書いてありますように、賢いっていう言葉、これを言われると耳タイプさんとっても嬉しいんですね。耳タイプさんだなと思ったらぜひ言ってあげてくださいね。はい、では、ここまで、特徴をお伝えしてきましたが、各ノータイプさん効果的なアプローチ方法についてお話ししていきたいと思います。ここには子供、家族が手タイプの場合ってなってますけれども、もちろんビジネスシーンやお客様対応、それから職場での上司、同僚、部下など、まあ、いろんな場面で共通することなんですね。まあ、そういう感じでちょっと聞いといてくださいね。
では、ここには子どもに好印象を与えたい場合って書いていますが、まあ、デタイプさんに好印象を与えたい場合っていうのはどうしたらいいかってことなんですか？ゆっくりと会話時間を取る、それから自慢話を聞いてあげるってことなんですね。ゆっくりとっていうのは、デタイプさんっていうのはゆっくり時計さんなので、とにかく話をするときゆっくり話をしたいんですね。だから早く早くってせかされるとイラッときちゃうんですね。そして自慢話っていうのは自分の中での話、自分の話っていうのをすごくしたがるんですね。自分にとってのとっておきの話っていうのを聞いてもらいたいんですね。ですからじっくりと自慢話聞いてあげてくださいね。そして好かれたい場合、これはボディータッチ、一緒にいてくれるだけで嬉しいって言葉で伝える。これっていうのは、手タイプさんっていうのは触覚型ですから、触れたりされるっていうのが好きなんですね。ですから、ぎゅっとハグしてあげたりとか、それから肩に手を置いてあげたり握手してあげたり、そういうのってすごく嬉しいんですね。いや、もしかしたらキモーとか子供さんに言われるかもしれないんですけれども、本当は嬉しいんですよ。それから一緒にいてくれるだけで嬉しいっていう言葉を伝える、これっていうのは手タイプさんっていうのは人の役に立ちたいっていう願望が人一倍強いんですね。ですからもうこれを言われるととっても嬉しいんです。そして、今日は特別にちょっと教えちゃいましょうかね。実はあなたのおかげっていう言葉も効果絶大なんですよ。手タイプさんだなって思ったら言ってみてあげてくださいね。それから自分の間違いを謝る場合、これはまあビジネスシーンですとクレーム対応とかになりますね。では感情的に訴えることが多いので最後まで話を聞いて謝る。でタイプさんっていうのは感情的に訴えてくるんですね。だけど感情を出し切るともうケロッとしてるんですね。ですからしっかり最後まで聞いてあげてください。間違っても手タイプさん同士でお互いに感情的になってヒートアップしないでくださいね。そうですね。でもこれを知った手タイプのあなた、今日から神対応ができるようになりますね。では次は目タイプさん。目タイプさんの場合はどうでしょう。好印象を与えたい場合は、特別扱い、王様、お姫様気分にさせてあげる、オーバーリアクション。これっていうのは、目タイプさんっていうのは特別扱い大好きなんですね。もう褒められるとやる気ホルモンのドーパミンがもうドバドバ出ます。だから無茶ぶりしても対応してくれますよ。まあ、ちょっとやってみてください。そしてオーバーリアクション。まあ、こんな感じで。オーバーリアクション。それ目タイプさん大好きなんですね。まあ、ぜひやってみてください。それから好かれたい場合、見た目を褒める、すごいを連発、勝負に勝たせてあげる。これっていうのは、目タイプさんっていうのは外見にこだわっていますから、見た目を褒めてあげることっていうのはすごく効果的なんですね。そしてすごいっていう言葉大好きですから、それ連発してください。それから勝ち負けに命かけてますから、まあこんなことでって思われることでも勝ち負けにこだわってます。だから、まあ、例えば子供さんゲームで、こちらが、まあ、わざと勝たせてあげるとかするともうとっても効果的なんですね。それから自分の間違いを謝る場合、これは大げさに平謝りする、とにかく目に訴える、これもオーバーリアクションっていうところで言えるんですけれども、大げさに平謝りすると効果的なんですよ。間違っても淡々と冷静にうんちく、そんなのを語ってはダメですよ。目タイプさんにイラッとされます。特に耳タイプの方注意ですよ。はい、ではお待たせしました。耳タイプの方、耳タイプの場合はどうでしょう。好印象を与えたい場合は、子供扱いせず一人の人間、大人として丁寧に挨拶対応。これは子供さんであっても自分が判断して納得したことっていうのに自信持ってます。一人の人間として丁寧に対応すると自分のこと分かってくれてるなっていうふうに思うんですね。これは部下の方に対しても言えることなんですね。そして論理的になぜなぜっていうことをしっかり伝えたり、考えをじっくり聞いてあげてください。
納得がいくまでじっくり考えたいんですね。ですから結論を急がせないっていうことも大事になります。はい、好かれたい場合はどうでしょう。考え方や計画性、賢さを褒める、回り方の評判を褒める、まあ、何かにつけよく考えていますから賢さを褒めてあげてくださいね。自分の間違いを誤る場合はどうでしょう。話をしっかり聞いて真摯に対応、話の内容を確認、整理して謝る。これは自分の考えに自信があります。適当にあしらわれるのは嫌いなんですね。自分の言ったことが理解できているのかっていうことを確認を求めてきますよ。ですから、あなたが言われたことっていうのはこういうことでしたよねっていうふうに言ってあげてください。それから自分がかけていた、このように話の内容っていうのを確認、整理して謝るっていうのは耳タイプさんにとってはとっても効果的なんですね。はい、自分が今かけていた言葉、今までかけていた言葉っていうのが自分の脳タイプで考えて出してしまっていたってことにお気づきになられたでしょうか。まあ私もこれを知らなかった時っていうのは、まあ、自分目線で子供を叱ってましたし、夫にも私のことは分かってくれないってもう本当にイラッときてました。はい、今日はまあいろいろお話ししたんですが、脳のどこを優先的に使っているかで脳タイプが違うっていうことをお話ししてきましたね。3つの脳タイプ、手、目、耳、それと眉の形の関連性についてお話ししてきました。それから各脳タイプの特徴と自分がどれに該当するのか、それから相手の脳タイプに合わせた効果的な接し方っていうのにもお話ししてきましたね。まあ、自分のタイプとご家族や子どもさんのタイプが同じだったらコミュニケーションっていうのはスムーズなんですが、まあ、でも大概は違います。だから子育てで悩んだりとか夫婦で揉めたりしますね。これっていうのは、まあ、職場での人間関係とかにも共通していますね。まあ、今回診断で出たタイプっていうのは傾向値です。これだけ一つに当てはまるっていうことではありません。まあ、今回はお話できていませんが、まあ、バランスが大切なんですね。でも、まあ、脳タイプを知っている、脳タイプ別のメイクを意識していく、そういうことで言葉かけっていうのが変わってきます。そして言葉かけ、それが変わるとコミュニケーションの仕方っていうのが変わってきますね。そして何より、まあ、私の中で一番の変化っていうのは自分の価値に目が向けられるようになったってことなんですね。脳タイプ別メイクをすることで自分の見せ方、見られ方、そういうことを意識するようになりました。だから、まあ、誰々のお母さんとか、まあ、誰々の奥さんとかそういうんではなくて、利根川しおりっていう一人の女性として生きていくってことを大切にするようになりました。まあ、もっと女性が元気になって自分の名前で生きていく、そんな女性を増やしていきたいと思っています。なのでぜひコミュニケーションメイクっていうのを活かしていってほしいと思います。脳タイプを知って楽しくコミュニケーションしていきましょうね。さあ、おまけの写真なんですが、これは私が先生にメイクを習っているとこなんですね。そしてこちらが私が看護師をしている時のメイクの写真なんですね。まあ、看護師でいうと癒しをイメージされるかもしれないんですけど、看護師っていう仕事の現場っていうのは状況を分析して対応していかなければいけない戦いの場なんですね。このメイクっていうのはキリッとクールな耳タイプのメイクしてるんです。まあ、データの分析のスイッチを入れるためにこういうメイクをしていました。まあ、シチュエーションに合わせて使い分けています。まあ、あなたがいるその場所っていうのは何タイプのメイクっていうのがいいでしょうかね。はい、本日はご清聴ありがとうございました。